こんにちは、塩の山の三枝クララです。今日は2020年5月4日月曜日、今日もよろしくお願いします。本日、新型コロナウイルスの緊急事態宣言が5月末まで延長となりましたが、私クララは5月6日までは国民の義務としてステイホームしますが、5月7日からは国民の権利として普通の暮らしに戻っていきます。今回のような疫病が流行した際には引きこもることは必要不可欠、とても重要ですが、私がリーダーならその期間は2月の初めから4月の27日までです。しかし、例えるならば台風が来ている時に家の中に入れてくれない、傘も貸してくれないで、台風が去ってから傘を差し出されたって、すべての物事には時というものがあるのです。今の政府はずれまくり、まるで秋に田植えをするようなものです。全くだらだらと行き先不明のオンボロバスに乗せられ、窓のカーテンは閉められたまま、寅さんの映画と綾小路のカセットテープだけを繰り返し繰り返し見せられ、聞かされ、それでこっそり窓のカーテンから外を覗いてみたら、なんだこのバス、タイヤギリギリの崖っぷちを走ってんじゃん。おとなしく乗ってる皆さんには申し訳ないけど、私は5月6日の停留所で降ろさせていただきます。疫病を最低限に抑え込み、経済的ダメージも最低限に抑えるためには、満員電車も放置せずにしっかりと対策して、スーパーや通販以外は国民皆で外に出ず、その代わりにモーゼが引きこもる際、食料も用意されたように、その間の生活費の面倒もリーダーは面倒見なければなりません。子供が親の懐が分かるように、リーダーが資金を隠し持っていること、国民だってバカじゃないから分かります。なんか私はオレオレ詐欺にかかっているようで、ずっと給付金やブラック利権の和牛までチラチラ見せびらかせているだけで、よくよく考えたら私はアベノマスクさえもらっていません、届いていません。やっと一人10万円の給付金が決まりましたが、私の住んでいる甲州市では、市のホームページを見ると6月上旬に世帯主宛てに郵便の予定ということなので、支給は早くても6月中旬、もしかしたらもらえるのは7月にずれ込むかもしれません。それまでどうやって生きるんだです。なんか私は神様に愛されていても、国民として国に愛されていないこと、とてもよく分かりましたって分かってましたけどね。私の中では4月27日に神の御声によりロックダウン解除されていますが、私の外の生活も5月7日からいつもの生活に戻らせていただきます。もちろん疫病対策はしっかりと続けます。私は体があまり丈夫ではないので、政府が新型コロナウイルスは人から人へは感染しませんよと、ちゃんと写真撮ってありますけれども、ホームページで嘘こいていた時から誰よりも注意してきて、これからも感染対策は気を緩めずにやっていきますし、自由奔放に何でも好き勝手やるというわけではありません。自分の身は自分で守らなきゃね。
あと最近気になっていることなのですが、新型コロナウイルスと 5G 度の関係がよく取り沙汰されていますが、私は神様にケージでネズミを何度か見せられているので、もしかしたら 5G よりネズミの数と感染者数は関係しているかもしれないなんて最近考え始めているので、その辺もまた何か新しい発見があったらアップします。いよいよ来たる5月7日に私は牢屋から出ますが、これは人に勧めるということではなく、私の心の問題ですので、特にクララアンチの人間違いないでね。それでは今日はこの辺で、今日もありがとうございました。またね、バイバイ。